안녕하십니까 3월 31일 방송을 갖고 왔는데요 그 전에 오늘 이제 4월 1일입니다 지금 현재 4월 1일 오후 7시 34분인데 어 일본에서 그 영세 일본은 태어나면 빵살입니다 이제 태어난 지 12개월이 안된 거예요 12개월이 안된 애기가 심폐정지 상태로 어 병원에 이제 후송되었어요. 조사해 보니까 어 코로나 바이러스에 감염이 된 상태로 지금은 ICU라고 하나요? 그 집중치료실 들어가가지고 아직까지 살아는 있는 것 같은데 지금 중퇴라고 합니다. 방송부터 보시겠습니다. えまずは国内の感染者の数、うん、最新の数字を確認しておきます。えー、昨日バイキングでお伝えした時点から101人感染者の方増えまして1,977人亡くなった方は3人増えて59人退院、えー、した方は昨日から、えー、今日にかけてはいらっしゃいませんでした。さて、えー、小池知事の昨日の会見こちらです。まあ、感染経路について、えー、特に若者の皆さんにはカラオケライブハウス中高年の方々はバーナイトクラブなどまあ、夜のそうしたあ。 えー、行動というのは自粛してくださいという呼びかけがありました、うん、小池都知事がこの新たな要請を出した背景には厚労省のここんんな調査があったというでですす、うん、はい、こちらです、えー、厚生労働省がこの感染源が不明の人たちの感染経路を追跡調査したところ、えー、その複数が高級クラブ外国人クラブなどの利用者だと判明したわけなんですがただ、関係者の話としてこちら。 こうした感染した利用者の方は聞き取り調査に対し店名を教えないだけでなく訪れていたことすら認めないという事例があるそうでまた、女性従業員が迷惑がかかるとして調査に協力しないこんなケースもあるそうなんですこれは予告目に聞きたいんだけど強制でできるもんでもんないのかどうしても現状のルールでは強制ができませんのでん任意での調査に。 応じてくれなないい方をどううしよも一般社会において会社でも学校でも誰かが1号になって2号ならまだしも最初に迷惑かけたくないって思いがどうしてもある、はいうん、でそれ以上にこういった高級クラブ等々ですと守秘義務があったり、うんはい、いろんな。 セレブとか VIP の方に迷惑かけたくないとなってしまうんですがただ迷惑かけたくないではなくても命に関わること、うん、でそれ以上の迷惑になってしまうことをもう少し認識を深めていく必要がある、うん、なので小池都知事としてはもう具体的に名称を出して反発があろうともある程度踏み込んだのかなと評価してお,ります、あのー、お店側からしたら開けたところであの赤字なんですよ。 ただ開けざるを得ない状況のお店がたくさんあるわけじゃないですかそしたらやっぱり閉じさせる閉じていただくっていうには何が必要かってことになってくるじゃないですかそれには裏の補償ですよね、うん、あのせっかく自殺なさる方々の人数が3万人をずっと経過していたのがもうここのところずっと下って2万人になりました、うんうん、でも私本当に危惧して今年はまた増えてしまうんじゃないかって今ヒロミさんがおっしゃったけども。 であの今明けけるを得ないわけですよ、はい、でそういう意味でいうと、ね、やっぱり政治があのまだ日本って官僚の縦割り社会の、うん、あっちの厚労省がどうした、うん、経済の財,政無財の財務省がどうしたいまだに日本だけじゃないですか、うん、この財政支出がいくらってきちんとまで言えないっていうのは、はい、海外全部出てますよ、うん、それもしかも大きな数字で。うんうん、で日本は いまだに22兆を考えてますとかこれからまだなんもうすごくイライラすることがいっぱいあるのそういう意味検討中ばっかりなんですよいつまで検討してんだって気になっちゃうんで,すよそ,うでそれでスピードアップしますとか、ねはい、言葉でおっしゃるんですよ、うん、でも行動が全然伴まなだから私たち不安になっちゃって。 あの買い占めに走ったりいろんなことをやっぱり出かけてみたくなっちゃったり、うん、だからどっちが悪いとかいいとかじゃないけども、卵<面>とあの,あの関係ですけども、うん、ニワトリと鶏な,、はい、なさい。だけどもやっぱり遅すぎると思いますスピード感がちょっとなさすぎな感じですよねこれ、ただ、ですね、今この日本のですね、東京都の感染者数の増加の傾向 感染爆発を起こしているニューヨークと似ている点がとても多いと言われているんです。はい、こちらです。感染者3万人超え、アメリカニューヨーク市で感染爆発。東京が2週間後にニューヨークになる。昨日行われた小池都知事の会見。その中ではこんな発言が。 患者数の増加がゆっくりですと受け入れる病床も比較的余裕を持つことができる増加が急激になりますと受け入れ体制は従って逼迫をすると医療崩壊を起こさせないために必要なこととして考えていきたいと思っています会見で強調したのは病院の受け入れ体制の強化小池都知事がそう述べる背景にあるのは今のニューヨークが 二週間後の東京だと言われていることだこの医療崩壊とも言える状態に東京もなってしまうのか小池都知事は昨日対策として都内でベッド4 0床を確保すると発表しているが果たして東京の社会や医療体制は耐えられるのか、えー、昨日小池知事が発表した新たな医療対策がこちらです 今後、患者さんが大幅に増加したそのような事態に備えまして最終的には都内全体で4000床を確保することを目標として東京都医師会のご協力もいただきながら症状に応じた医療提供体制の構築を進めてまいります。また、たた患者数がが急激にに増加をし、し医療体制っ迫した状況となった場合には、 症状がない方または比較的軽症の方々を中心として自宅や宿泊施設での療養をお願いする場合も出てまいりますということで、まあ、現在、ですね都内入院患者の方382人一方で確保している東京都の病床数500床というわけなんですで、ね、昨日のこの緊急会見で4000床の、まあ、なんで4000床って数が出てきたのかっていうのは。 具体的には説明されてなかったんででちょっとさっき入ってきたのなんですけどちちょっっっとこれびっくりしちゃったんだけ、はい、4000床の根拠なんですけれどえ、厚生労働省のクラスター対策班の試算の中で最悪の場合に都内の感染者が2万人に達すると予測がありましてでこのうちその2万人の20%に当たるおよそ4000人が入院の必要があると見ているそこでこ4000床という数字ではないかと。 二きさん、<laughs> もう疲れちゃった、俺、<laughs> ちょっと、そうです、最悪のシナリオですね、外来にやっぱり1日1万5千人来るとか、そういうデータが出てますね、はい、まあその中でまあ入院が2万人、うん、まあですから、そのうちの大体いい2割が入院の必要があるというふうなデータが出てますので、ですね、うん、これはですから、うん、北川さん、その最悪のことを想定して。うん そのときのために先手を打つということは大切なことですもん、ね、だから厚労省が言ったということは役人の世界でそれはエビデンスは正しいんですよね、うんうん、それによって自分はどうするというメッセージが伝わってこないとみんなが納得しないということなんですそれが政治決断うん <laughs> 予告目いかがですか。 これがただ最悪のことといっても机上の空論ではなくて、うんうん、先ほどのニューヨークと比べますと1日100を超えて4日後に1日1000に超えてますので、はい、東京もなりうるということ、うん、で先手を打たないといけないこと。うん、でこれが重症症だけじゃなくて軽症で、うん いわゆる自宅内での感染も増えていることを考えると小池都知事はいわゆる選手村マンションを使ってその一時隔離等々も言っていてちょっと反発もありますけどそこまで考えると4000では足りずにもっともっと先手を打たないといいいけないと思います、はい、これさらにですね今後、患者がさらに急増し医療体制が逼迫したケースの対応についても小池都知事言及しましまたはい、はい、こちらです。 重症度に応じて病床確保ということで、うん、その確保目標である4000床のうち重篤・重症の方は、うん、に対しては700床、うん、中等症、中程度の症状には3300床一方で軽症・無症状という方は自宅や宿泊施設などでの療養に移行するという方針でして、うん、まあこれですね、集団感染が起きたクルーズ船ダイヤモンド・プリンセスでは酸素の投与が必要な中等症患者が多かったということで、まあ、ここを特に強化している、うん、ということなんです。 もう少し触れられましたけれども、うん、こ,のこの住み分けっていうのが、結構大事なんで,すよ、ね、のですね、まあ、重症、重篤っていうのは、基本的には ICU に入っていただいて、それでしっかりした治療が必要で、はい、まあ,あるいはその人工呼吸器、うん、まあ中にはそのさっきのエクモに行く人もいるでしょうから、はい、まあそういう人たちをどういうふうに見ていくかということと、それ以外の方をどこに見るか、うん、か問題はです、ね、一つはあの軽あ、軽症中等症症軽とか、はい、無症状の人はありますけど、ええ、これ、お家に帰しちゃうとですね、やっぱり、 家庭内感染を起こす可能性がありますので、ね、どこかに入っていただかなきゃいけないそうするとさっきの2万人の中から4000人引いても1万6000人とか考えなきゃいけないんですうわだから選手村は確か2万人以上入るんで1万人ちょっとですかそれでそういうなあ,のあれも出てたんじゃないでしょう、ね、これだか。らもう僕らももうう僕みんんなな考えてると思いますけどさん自分がそうなった場合に 家帰っちゃダメじゃないですか。だから、どうしたらいい僕。そうしたら、僕は一人で隔離されるように。はい。で、どこか、あの、家族が、どこかにしてとか、自分じゃ。ひろさんみたいにね、<え>お金持ちでたくさんあちこちに家持ってたら、そりゃ、いけるところありますよ。<laughs> お前、本当に叩くぞ。<laughs> <laughs> いや、でも、それも本気で、それは考えてるよ。それは、あの。<laughs> だけどもうこういう最悪のシナリオはもう最悪というかな,、うん、な,なる可能性があると思ってやっぱあのそういう政治家の人には動いてもらいたいし映るのというかなるのはもうなる数っていうのは、うん、あのもうしょうがないと思うの。たうん 死者数をどとにかく増やさないっていうことしかもうなれないわけじゃない、うん、なっちゃうのはもう分かんないよ、うん、こうなったら、うん、だからそのいかに死者数を減らすか、うん、増やさないようにするかっていうのの,そのいろんな体制を整えてていいいたただきたいっていう、うんうん、これですからね、ね滝さん本当にひろみさんおっしゃったように うつるの仕方ないと言いながらもう自分でできることは最低限のことはやらなきゃいけないしなんでかっていったら移してしまう可能性があるわけであってじゃあ、その時に自分をお一人の方だっているし家族がたくさんいる方だっているし立場立場によって全然変わってくるんですよ、ね、全然違いますよねあの私、すっごい疑問があるんですけども、うん、こが PC PCR, PCR 検査ですか、はい いまだに1週間になんかすごい低い数字でしょドイツかなんかは1週間で50万人分検査できる、うんうん、何なんですかこの違い <laughs> でかかってるかかかってないかかけ、うん、たかもしれないかあるいはかかられたのかもしれないあれはまあいろいろなね,そ,ねそれはもう非常にいいポイントですよですから今の 2, 2万人とかといいますけどそれ全部検査しなきゃいけないです。うんはい で毎日毎日、おそらく何百人と患者さんが出てきて、うん、それをどん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 ん検査してこなしていかなきゃいけないのでやはり検査体制っていうのを同時に見直していかないと入れる先だけ決めていても診断がつかないと日中も,もさっきもいけ専門です方ね。 PCR 検査に関して言うといやいや、もっとやらなきゃだめなんだっていう方が比較的僕は多い印象なんですけれどもじゃあ、やったらやったでその人たちを受け入れる箱があるのかって問題が出てくるわけじゃないですかこれは明らかにフェーズが変わったと私は思うので今までの作戦としてはクラスターを発生させないというので限定したのは一つの僕は哲学は とこころがこれがニューヨークにということになった時に2万,2万とか5万という数字が出た時にはですねいわゆる検査対象じゃあどうするのか普通の病院行って行ったたびにうつしてという,ような話になったら入り口を開けるとか。 あるいは家に帰したら家で感染すると、うんはい、そしたらどこに場所を置くかという、うん、そういうマすでしょうこのフェ、うん、ーズに変わってきたという、うん、そういうことだと思います。うんうん、もうだからそこら辺もちょっとな本当に詳しく説明していただきたいなと思うんですが。んで、 저 2만이라는 수치가 그냥 나온 게 아니죠. 이만은 일본 전체가 아니라 도쿄입니다. 도쿄, 도쿄만 최악의 2만 명이 감염자가 나올 수가 있다. 그걸 베이스로 4천 병상을 이제 추가로 준비하는 게 목표다. 이제 도쿄 지사가 그렇게 발표를 했습니다. 요코쿠메 카츠이토 시전 중의원 이분이 말했던 것처럼. 탁상공론으로 만들어진 2만 명이 아니라, 희생노동성에서도 어느 정도의 근거를 가지고 그런 수치를 냈을 뿐더러, 뉴욕이랑 상당히 비슷한 추이를 보인다는 게 가장 큰 지금 걱정거린 거죠, 도쿄에서는. 그걸 기준으로 만든 이 2만 명이라는 수치이기 때문에, 뭐, 최악의 상황, 최악의 상황이라고는 하지만 전혀 근거가 없는 수치는 아니다. 만약에 그런 일이 발생했을 때, 현재, 어 500병상을 갖고 있는, 500명을 수용할 수 있는 의료시설이라고 하면은, <laughs> 터무니없이 부족하죠. 그리고 아직까지 여러분, 또 댓글로 많이 불타오르실 것 같은데, 아직까지 PCR 검사, PCR 검사 뭐 해야 되는냐 어쩌느냐 얘기하고 있습니다. 그리고 이, 이 부분도 얘기했습니다. 올림픽 그 선수촌 있잖아요. 그 선수촌 한국이랑 동일하게 이제 분양을 미리 이제 이미 끈, 분양은 끝난 상태고, 이제 계약이 돼 있는 상태인데, 거기에 이제 그거를 코로나 격리가 필요한 경증 환자가 지낼 수 있는 그런 시설로 만든다는 게, 모르겠어요, 저는. 저는, 그래야 된다고 봐요. 그렇게 하고, 물론 분양한 사람들이 반대하겠죠. 반발 엄청한대요 지금 계약 뭐 파기에서부터 뭐 엄청 나오기 때문에 엄청 반발을 하더라도 그거에 대한 보상은 국가가 하고 일단은 수많은 국민들 목숨을 지켜야죠. 자기 재산이 주, 중요하고 자기 재산이 소유 소중하기 때문에 반발을 하는 그 분양 받은 사람들의 그것도 충분히 이해는 가지만 이해해달라고 하는 말이 아니에요. 이해할 수 있게끔 국가가 보상을 해줘야죠. 그로 인해서 누군가가 피해를 보면 안 되는 거잖아요. 다른 피해를. 뭐 이것도 어디까지 제 개인적인 생각입니다. 댓글로 너무 때리지 마시고. 일단 내일 보면 아마 이제 자세한 어느 정도의, 어 물론 검사를 많이 하지는 않지만, 검사하는 중에서도 환자 수가, 아마 감염자 수가 나올 거예요. 그거는 내일 제가 또어 취합해가지고 올려드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 음. 안녕. 음.